こんにちは。心理カウンセラーの高森です。嫌われるのが怖いので、揉め事を避けてしまいますという相談を受けることがあります。これは気持ちはわかりますね。相手と意見が違ったりしたときに、これを言うと揉めるなと思うと、これ引っ込めた方がいいかなっていうふうに思ってしまうんですね。短期的にはこれ楽なんですよね。ただこれをずっと続けてますと、ずっと相手の言いなりみたいになってきて、ストレスが徐々にボディーブローみたいにこう効いてくるんですね。実は長期的に見るとこちらの方が負担がかかるということですね。短期的に楽な方を取るか長期的に楽な方を取るかという問題なんですけれども、どうしてもこれは短期的な方、要は揉め事を起こさない、荒立てないというふうになってしまいがちですよね。でもこれもある種コミュニケーション能力でもあります。意見が違うからといって必ず揉め事になるとは限らない。伝え方によってはしっかり話し合いができるということもありますし、意見が違ってぶつかり合ったとしても、いわゆる揉め事とは違うような、そういったコミュニケーションというのも可能なんですよね。揉め事を避けて黙るか、あるいは揉め事を起こすか、極端な分け方ではなくて、その間の部分もありますので、そういったところで自分にとっていい落としどころというところを見つけてくださればというふうに思います。このようなことをお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。